お前ら国戦かないよ。今どこ行くか知ってる？今とりあえずね、まあ、ユーラシア大陸マジ？実はですね、まあ、とある企業さんの元に今行こうとしてるんですけども、はい、カンコレの時に僕たちがつけてたメガネ、まあ、ありましたね。あるじゃないですか。ありましたね。まああれ俺の中ではエデレやったんやけどまあまあ実はエデレじゃないんですよ。あ、そうなの？まああれ実はね、オーマイグラスっていうメガネ企業さんのメガネを、まあ、よかったら使ってくださいみたいな。そういう感じなんや。ってことは福井県鯖江ですか？オーマイグラス。それをもうエデレやと俺はもう勝手にもうオーマイグラス、もう自分我が物としてたわけ。それはもう調子乗りすぎっすね。それあんまりいいことじゃないよ自分家に言うことじゃないよいやでもテロップが全てやからテロップでメガネ描いてあげるって書いてたら、これが情報操作です。情報操作。それはやっぱメディアリテラシーやから。最悪。お前はメディアリテラシーないって。責任を視聴者に責任を押し付けていく。信じるか信じないかはあなた次第それは俺の中ではもうエデレなんから仕方ない。オーマイグラスさんはそれ許してくれるんですか？でもそれはマジで喜んでくれてて。あ、そうだ。それを喜んでくれてんの？オーマイグラスって言うて。いや、まあ、それはオーマイグラスとも変わってんだ。いや、それは俺の中では喜んでくれてる。俺の中では喜んでないわ。僕たち今リテラシーなかったっすか？いや、俺の言葉は真に受けんじゃん。事実ベースで喋るってお前で。これも嘘か誠か分からんけど。あ、そうなの。で、カンコレの後に、まあ、メールが来て。あ、メール。この度ありがとうみたいな。花尾さんってメール見るんすか？いや、もう、ほんまに。超たまたま。超たまたま。嘘やな。これ超たまたま。嘘やな。いや、これ、教えてくれ。で、今度メール送るね、教えてくれ、画面に。読みますわ、これ。読む。読みます。泣ける手紙か。ご無沙汰しております。オーマイグラス代表の清川と申します。ご無沙汰してたんや過去にあった先日は関西コレクション出演おめでとうございます。お送りさせていただいた弊社メガネ製品をご着用いただき誠にありがとうございました。ほらほらだ、ほら言ってるやん。いや、まあ、それはほんまなんでしょうか。輝かしくステージで活躍される姿を拝見し大変涙がちょちょ切れました。いや絶対もうちょちょ切れるってメールで書いてあるそれ。いや、書いてあるマジか、すごい、日本語すごいな。まあ、違う、感銘を受けましたよ。違う、ちょちょ切れるって表現はメールで使わなかった。お読みしてもうた。で、本日は件名に記載させていただいたように花尾様にメガネ協会をお助けいただきたくご連絡いたします。お助け、お助け、へえ、なるほど。お助けやで、すごいよ、これ。しかもメガネ協会全体を。メガネ業界、弊社じゃなくて。で、こっからが本題なんですが、はい、近年コロナの影響でオフラインの売り上げが激減しており、はいはい、その影響により鯖江のメガネ工場の閉鎖が続いております。なるほど。まあ、日本最高品質の鯖江が衰退していくことが誠に遺憾です。まあそれはそう、まあ、そうですよね。それはメガネ業界からしたらそうで、日本最高品質のメガネの産地鯖江の復興に向けてぜひともパワーをお貸しいただけないでしょうか。興味がございましたらぜひとも、鯖江の方にお越しいただけますと幸いですというメールがね。なるほど、そういうことなんだ。我々にメガネ業界を託されたわけですよ。まあでもそれはちょっとでも売れるように我々頑張りましょうよ。それいや、これはほんまにでもすごいよな。頼むの合ってるんかなって思うけど。まあまあでもメガネかけてきた人じゃないですか、僕たち。まあそうですね。でもメガネといえばやっぱ勉強じゃないですか。まあまあ勉強イメージありますね。もうメガネってのはほんまなくてはならないものやから、絶対に。そりゃそうよ、俺毎日使用してる。俺もめちゃくちゃ、俺も未だに裸眼やもん。それだから表現おかしい。未だに裸眼やじゃなくて、かけた方がいい。普段からメガネ使ってるって結論に持ってくのおかしい。すぐなくすしね。それお前使えへんけど、花尾さんマジすぐなくすからな。こんな我々に頼んできてくれたっていう。いや、それはちょっと貢献しましょう。まず力になれるかはまあちょっと分かんないですけど、どれくらい。ヒカルさんがなんかこの前ジョイフルを救ってましたけどもね。まさにその状況と同じ感じで、これはちょっともうね、もうやるしかないわ。だっておばあちゃんち近いもん。マイズル、マイズルね。ちょっと遠いじゃん。ちょっと遠いか。桃鉄やったら6マスぐらいあるけど。確かに6マスぐらいあるはい、というわけで着きました。よっ、ガチモンの福井やね。ガチモンの福井、ガチモン夢にまで見た福井や。もうすでに自動ドアの奥にオーマイグラスの社長さんが待機してくださってるんですけども、ちょっとね、待たせすぎてもあれなんで目が合ってるんですけど、ちょっと入りたいと思います。はい、こんにちは、はじめまして。こんにちは、はじめまして。花尾電源の花尾と申します。花尾さん、よろしくお願いします。オーマイグラスの協会です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。オーマイグラス清川です。ありがとうございます。
一応背景はなんとなく聞かせていただいたんですけど、はい、なんかどういう状態か聞かせていただいていいですかね、はい、その福井県鯖江市、今お越しいただいている福井県鯖江市でもう日本製のメガネもほとんど作ってるんですけど、やっぱりコロナで廃業してるところがかなり多かったりとか、まあ、厳しい状況ではありますね。例えばもう海外はもうほとんどゼロになってしまって、もう売り上げもそうですか、はい、9割減ぐらいですね。実質もともと30人ぐらいいたところが今もう4人ぐらいになってるところもあったりとか。マジっすか。ありますあります。それやばいっすね。もう縮小してってるんですよね、どんどん。サバヤの仕事を潤してるっていうことですもんね、オーマイブラスさんが。まあそうですね、ありがとうございます。それをいただけると嬉しいですね。でもだサバヤって大体小6のチリぐらいで並ぶんですよ、メガネが有名って。はい、なぜかでもみんな知ってるんですよ、はい、そう、なぜか知ってる。ってことはオーマイグラスさんが黒幕ってことじゃない、それは。黒幕って言い方、黒幕って言い方がちょっとよろしくね。立役者、そうですね。その方がいい、その方がいい。やっぱり10年やってきて、日本の、まあ、海外でも販売コロナの前までしてましたし、日本の技術、日本のメガネの技術力は本当すごいと思ってるんですね。なんとかしたいって思いがあるので、まあ、花輪さんのような方々に協力していただきたいっていうのは。めっちゃありがたい話です。なんとかお願いできないかなっていうので、もうお手紙させていただいた次第ですね。サバエって言うてもまあ片田舎じゃないですか、はい、そういうところの、まあ、職人さんが磨き上げてきたものがやっぱついえることがやっぱ僕もすごい悲しくなるんで、そうですね、今回のご依頼をぜひ受けさせていただきたいなと。 ありがとうございます、はい、まあ、思ってるんですけども、あのめちゃくちゃ非常にもうありがたいお話に、はい、なることは間違いないんですけども、なんか一応僕の中のエデンエデンは、まあ、ブランドとしてでも安易にこう誰それ構わずそのコラボするっていうのは、まあ、避けたくて、やっぱりその自分が納得するものを、まあ、自分がいいなって思ったものを、まあ、大学生とか、まあ、そういった方に届けたいっていう思いがあるんで、まあ、やっぱり願いとしては、まあ、コラボするにしてもオーマイグラスさんも視聴者さんもこう双方幸せになれるような形がいいなっていう風に思ってて、まあ、それができたらこのコラボにすごい意味があるなっていう風に思ってまして、なんかあんまり近すぎると手が出せないと思うんで、なんか条件としましては2万円以下ぐらいの設定でいきたいですね。どうですかね。いけるかさはちょっと難しいんじゃない普通ってどれくらいで高いですよね。前半ぐらいで、それじゃないともうできないですかなりハードルの高い話ではありますが、はい、そこをなんとかこう、まあ、でもやっぱりそれぐらいで出さないと学生の方はやっぱ手に届きづらいですよね。まあ言うてただでさえみんなお金がないんで、ヒロワルとか400円の財布使ってたりしてるんですよ。あんまり使ってましたね。いや本当アルファイドとかもまだ減ってるんですよ。そうですよね。貯金もないしみたいな。取りました。待ってます。おおすごい。すごい。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。で一応なんか僕コラボする想定でいろいろ考えてきたんですけど、これはちょっと僕の中でも盛り上げたいなと思ったんですよね、はい、実店舗でポップアップストアをやりたいなと思ってるんですけど、はい、それはいけますかね。ぜひよろしくお願いします。でさらにめっちゃ考えてた。その時の条件があって、はい、やっぱその視聴者さんにとってもこれ楽しんでほしいっていう思いがあるんですよね、はいはい、なのでなんかお客さんが僕らに対してなんか僕ら理系注文っていうのがあるんですけど、ゼロと会場をくださいみたいな、はい、そういう風に注文できたら 10% オフみたいなっていうところがそしたら楽しいじゃないですか。しかも理系大学生ですね。ちょっと求めすぎじゃないですかね。まあそうなんですけどね。助けたいって言ってたから、じゃあこれは学生のお財布を助けようと思った。 10% オフですか。やっぱ理系ってゼロの会場とか弱いんですよね。マジです。これはまあすごい統計があった。でもこれ本当に理系はちょっと興味本位で来るかもしれない。やっぱ彼らはもう言いたくて仕方がないんですよ。
逆にメガネに興味なくても、もう数式、俺の自慢の数式言いたいから店行ったろみたいな。本当に可能性あります。で、我々の視聴者の場合で店員さんに俺のその難しい数式を披露してドラ顔でこれ1になるんですよみたいな。めっちゃ嫌われるけどね。こういう子はもういっぱいいると思うんですよね。確かにね。そしたら花尾さんが店員するとかできるんですか。まあ、それでも俺実際に僕たちがなんか僕らが店員さんになってちゃんとそれがほんまに1とか2になる。めんどくさ。計算するって僕らが。それで、まあ、なんかもうお祭りみたいな。それは楽しそうです。店員半分イベント半分メガネみたいな感じでコラボするのが確かに一番面白そう。そうそうそう。話題になりそうですよね。はい、そうですよね。でこれも前代未聞だと思うんですよ。やっぱでもそれが合法的にできるっていうのって、これある意味理系の夢が叶う瞬間だったりなんで、そういうムーブをやっぱかましていきたいですよね、やっぱり。いやでもすごい盛り上がると思うんで、やりたいですよね。いやそれぐらいはちょっとなんかもうやりたいですね。コスポイントとしては我々で多分一番バズってる動画です、うん、いやもうなんとかするしかないんじゃない。なんとかなんとかしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しくなってきて、ね、あと僕らが大事にしてる言葉になんやかんや耐えるっていうのがあるんです。これちょっとあのベンガーさんと説明してあげて。俺があの結局前を見て努力してたらなんとかなるって精神で僕らも会社に辞めて YouTube やってるみたいなとこあるん でその精神でちょっとお互い今日今回頑張れたらいいなという意味で、はい、今なんやかんや耐えると言いました。でこれ最後のお願いなんですけど、正直今回僕ってなんか何もしてないというか、コラボではあるんですけど、要はその企業さんと視聴者さんをつなぐ架け橋みたいな感じで、なんかどうせやったら全員なんかウィンウィンになりたいなっていうのがあって、はい、オーマイグラスさんも得はあるけど、やっぱ視聴者さんも社会もちょっとメリットがありたいなっていうことで、もしよかったらなんか売り上げの一部を、例えばそのコロナでもう食料さえまともに食べられないみたいな、まあ、そういう学生たちが一応日本にもいるっていうのを知ったんで、なんかこれを機にその売り上げの一部をそういう学生にちょっと寄付できたらなと考えてるんですけど、うん、何パーセントとかまだ分かんないんですけど、なんかそういうのもできたらいいなって考えてるんですけど、うん、なんかよりこういろいろこう知ってもらえる機会にもなりますし、やっぱりありがたい話で、さっきおっしゃってた通り、なんとかなるみたいな、うん、なんやか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 んやはい、でこの後ですね、実際にメガネを作っているサバヤの工場に、お邪魔しました。で中ではですね、もう職人さんがマジで何十年何百年って変わらないもう職人技法でもう一つ一つメガネを生産しておられたんですけれども、これがまた思った以上にね、もう手作りで、もうそれはもう原始人が一から磨製石器を磨き上げていくような、もうそんな感じでした。ディスってはないですよ、ディスってはないんですけど、もうね、まあ、機械でね、もう何でもできる世の中じゃないですか、まあ、そんな中で、まあ、こうして人力でね、まあ、思いの詰まったものを作るってもうすごい尊いなっていう感じがしました。まあ、願わくばこの光景がもう未来に残ってほしいなと思いました。ありがとうございます。職人の皆様、いつもお疲れ様です。こんにちは、失礼します。こんにちは、失礼します。失礼します。うお、グリーンバックじゃないですか。すごい。これができたメガネですか。そうです。あ、メガネですね、これ。メガネ吹きでかすぎるやつ。メガネ吹きいいやん。メガネ吹きこれとだけ黒板みたいな感じで。お、せーの。おお、おすげえ。逆や。逆やのすげえ。え、めっちゃかっこいいやん、これ。見かけ。なるほど。かっけー、かっこいい。これはガチ、かっこいい。これサバイバイしますね。サバイバイいいな。ハッシュタグサバイバイ。一応そのメガネなんですけども、今回その僕が、こういう感じでっていう要望を聞いていただいて、はい、まあ、結構爆速でやっていただいた感じです。はい、はい、今回はちょっと作りすぎた感じも、いや、ちょっと色違う結構、あとはいろんな形
方でもかけていただけるように、うん、まあ、ちょっとベーシック目の丸メガネから、うん、まあ、ただちょっとこうおしゃれな、うんうん、個人的にはこれ一緒できるかもしれないと思います。あとはまあちょっとシーズンがずれるんですけど、こう最近カラーレンズもすごい流行ってるので、うん、カラーレンズ入れたのも、うん、あ、これなんかおしゃれですよね。おしゃれですよ、なんか、はい、もう今もう感無量っすね。この前はなんか偉そうにいろいろ条件提示してすいませんでした。作ってくださったものの上に自らのこのなんかハンコを押すことのなんか背徳感がすごいです。背徳感って背徳感って言うから、もう光栄すぎて。例えば理系男子の方なんで、うん、まあ、長く描けると思って、はい、割とこうプラスチックの素材とかで、うん、長時間描けると頭痛くなったりして、ここ痛くなったりするんですけど、まあ、そういうのを防ぐために、なるほど、描き心地いいものに限定して作ってます。見てください、これでいいですか。はい、もちろんです。うわー、かっこいい。いいやないの。ごめんなさい、お母さん、お母さん出ました。軽くないですか。軽い、めっちゃ軽い。いや、多分めっちゃ軽い、これ、ね、あの職人がやっぱその無駄をそことまで削ぎ落としとる感じが出ます。俺が持ってるメガネの何分の1ぐらいの重さしかない気がする、うん、本番の時は。金属のチタンを使ってます、ね、はい、チタン、チタン、チタン、イオン化傾向でいうとどれぐらい。いや、まあそんな高くはない。そのイオン化傾向で言った瞬間もお二方でその材料もそのステンレススチールとかいろいろあるんですけど、サバエって言えばチタンなんですよね。あ、そうなんですね。この技術がやっぱサバエなんですよ。地元民はじゃサバエのことをチタンっていう呼ぶぐらいなんです。そうです。へー本当に。じゃあサバの味噌煮とかなってるんですか。チタの味噌煮。結構見たな。これとかめっちゃ上品なマーブル模様ね。このマーブルがまた生かすのよね、このサバの表面みたいな感じです。褒めてないよ。これ何がすごいって、ここが痛くならへんのに、うん、全然落ちへん。ここが春もええやつって分かりますもん。ええね。これでちなみにお値段がちゃんと2万円以下になってるんでしょうか、これ果たして。確かに確かに。そこはそれ大事ですよ。そこも頑張りまして、あ、もう限界まで、あの、とことんやった方がいいかなと思って、はい、16,000円。うーん、16,000円で、もし理系注文した場合は、そこからまあ10%。マジか。マジで。これもう、メガネ業界に殴り込みかけてますよ。やばいですよね。しかも、はい、海外産ならまだしも、サバエですから、はい、確かに日本の職人が集う。これはちょっとほんま、これが帰ってほんま倒産に追い込まないかちょっと心配なんですけど、ほんまにここまでしたから、ほんまに皆さんちょっともうお願いしますって感じです、ほんまに。まあ、今回のコラボに、いや、そうです、気合い入れてくれたということですよね、はい、ありがとうございます。うちも2万円以下の商品は自社では出してないので、特別の、特別ですね、はい、そうですよね、はい、すごいよこれ、絶対限界率マジで高いと思います、はい、職人さんの手がかかってるってことは、うん、やっぱどれだけ安くしようって思っても限界があるんですよ、こういうのって、あの職人さんのもう腕がかかってる以上だから、これはもうね、もう嘘ついてないです。お前まだいいか。あ、いいや、あ、レンガはちょうどいい感じだな。俺ちょっとイカすぎたレンガの方が前よね。今日今晩どう。あ、ここに全然負担がかかる。そう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 、あ、でも人権してる。すごい。あ、でも私これ一番好きかもしれないですね、これ。それは一番上手くて。いやいやいや、レンガレンガすごい、そんな厚みのメッシュ。メニューだ。これめっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。赤、赤を含んだ赤色。このカラー相当こだわったみたいです。このカラー、ファンキューデーション、高級感めっちゃいいですね。ファンキューデーションだな。これがメガネ拭きと、これも曇り止め。曇り止めですかね。欲しいわ、そうか、欲しい。これ、全然これあれですよ。百貨店に売っててもおかしくないかな、この雰囲気。確かにね。雰囲気。置きたい。これね、結構大事な洗面所に置きたい、これ。結構必要なアイテムだよ、これ、マジで。これもね、しっかり道具がね、ちょっと大きめに入ってて。いいっすね。存在感がいいっすね。もこいつ、枝にね、こいつちょっと調子乗ってる。全然ちょっと調子乗ってますよ、これ。これ乗れやぞって。これ、これはもう大満足ですね、ほんまに。成功する気が。オーマイグラスさんだけじゃなくて、サバイの人たちと共に作り上げたこのカーニバル、
悔いないっす、ほんまに。YouTube 悔いないっす。俺、ポップアップの時、視力検査やりたい。それで視力1やったら、罰金、罰金。逆に罰金。なんで目いい癖に来てへん、来てんねん。買ってもらいたい。弾く意味ないやろ。いや、すごいな。はい、というわけで、この前言ってたポップアップイベントが、決まりまして、11月20日、で、場所は、オーマイグラス渋谷店です。はい。で、詳しい開催時刻とか、まあ、その辺の詳細は、概要欄を、見てほしいんですけども、はい、そこで、まあ、やらせていただけることになりました。で、一応店員さんとしてね、僕らも、ちょっと後半は何人来れるか分かんないですけども、僕と電源は少なくとも、はい、最低でもお店にいるんで、ぜひともね、理系注文しに来たら自分のものになるんで、これはぜひ来てください。全部お答えします。皆様の理系注文すべてお答えします。で、ここでさらに追加の朗報なんですけども、なんとですね、11月23日にもなんと大阪の梅田つてや書店でも行われることが決定しました。おめでとうございます。こちらの出演者は花尾伝言ピロマルオッティサルエルでございます。まあ、こちらもですね、まあ、時間帯とか、人数に関しては概要欄のリンクに、提示しておりますので、確認してみてください。それではどうぞ。もう受験生とかもね、受験で得た知識をぜひ昨日習ったやつとかでもいい。昨日習ったNRT みたいなやつをね、もう僕らにぶつけてください。僕が、まあ、ワンチャン僕らが歯の磯で知らんってなったら、ちょっとねボバアップ、気持ちボバアップしたいから、ね、気持ちボバアップしたい。そんなことはないんですけども、はいはい、でコロナの影響があるんで、まあ、その入場制限をちょっと、まあ、どうしてもしないといけないんで、来られる方は、概要欄からねネット予約をしてから、来てください。で、まあ、先着順でネット予約する感じでお願いします。はい、お願いします。はい、まあ、イベントに来れない人も、まあ、この動画の公開した瞬間から、ネット販売が始まってるんで、ぜひとも概要欄からね、ネット購入、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ほんまにサバエの人たちが、もうオーマイグラスさんとか、もういろんな人がもう地に汗を握る覚悟で地に汗を握る覚悟でやってるから地面に汗ないよ。とりあえずもう死ぬ気でやってるんで、ぜひともね、国に貢献したいと思った方、まあ、学生を救いたいと思った方は、ぜひね協力していただけると嬉しいです。はい、はい、で、あとポップアップイベント来れなくても、まあ、普通に他のオーマイグラスさんの店舗に、こちらのその LLA× そのオーマイグラスさんのコラボ商品が店舗でも発売されてるんで、まあ、実際にかけてじっくり考えたい人は、その他の店舗にも、足を運んでみてください。はい、はい、というわけで、もうね、ポップアップイベント楽しみにしてますんで、はいはい、もう心よりお待ちしております。お待ちしております。はい、それでは今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。逆に現地も待ってるぞ。